アパレシダジゴイアニアは、ブラジルのゴイアス州中部にある都市、基礎自治体。工業で急成長している州内第二の都市である。北でゴイアニアと、東でベラビスタジゴイアス、セナドールカネドと、南でイドロランジアと、西でアラゴイアニア、アバジアジゴイアスと隣接する。ゴイアニア市内より住宅価格の低いベッドタウンとして、急速に発展してきた。 国道153号をはじめ、いくつかの幹線道路が通る。主な河川にメイコールポンチ川がある。市の人口は1980年の4万2千人から急増し、現在は40万人を上回っている。現在の市長は2009年1月に就任したブラジル民主運動党のマギートビレラである。二千七年十二月時点で十二万百三十五人の 有権者がおり、市議会は17議席からなる。アパレシダの歴史は、常に、ゴイアニアと共にあった。1922年、アパレシーダの聖母のシントラが寄進した土地に、聖母の教会が建立された。1958年にゴイアニアの一地区として、村に昇格し、アパレシダで、ゴイアスと命名された。同年に、 ホイアランディアと解消されたが、1963年に元の地名に戻された。州都に近いことから、クッキーのマベルや、ベッペサなどの企業が進出しており、国道153号の沿線には4つの工業団地が形成されている。近年はさらに企業の進出が目覚ましく、2007年には964社を数えた。金融機関は、 2007年の時点で13社が事務所を置く。また農業も行われており、2003年には1万1700頭の家畜が飼育されていた。米、キャッサバ、バナナ、ココナッツ、砂糖キビなどの作物が生産されている。サバナ気候で年間平均気温は21度、降水量は1500ミリである。降雨は11月から3月に集中する。 守護聖人を祭るのすさせにオーラアパレシダなどの祭りには多くの観光客がこの工業都市を訪れる。ありがとうございます。